こんにちは、ランちゃんです。先ほどの、下茶助さんの個展の続きになります。はい、こんにちは。もうちょっと、作品を見させてください。はい、この辺り、この風景画があるんですが、こちらは2年前に、上野森美術館の公募で日本の自然を描く展で、出展させてもらって入選できた作品です。公募で初の入選作品なんで、ちょっと思い出も強いから、ちょっと今のところはまだ販売を考えてないので非売品でやってますけど、はい、雨上がりですね。そうですか。あ、でも嬉しかったでしょうね。はい、めちゃくちゃ嬉しかったんで、はい、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。こんな感じでした。細かい感じで描かれております。はい、木の質感がありありとされていながら、こちらは前、これはまた印象的な戦乱の、はい、絵画なんですけど、はい、その夕日と海のコントラストが素敵だったんで、透明水彩で描いてます。はい、はい、はい、夕暮れの、海風景ですか。はい、ずっといろんなこう作品の色合いというかコントラストがすごいですね。印象的な作品ばかり。コントラストで描きたいのが、はい、見るのも好きですけど、うん、描きたいのもあって、これも赤富士と赤い月を描いて、もうちょっとこう幻想的になって思い描いてたら、こういう何て言うの、花びらと花びらが月明かりで蝶に変わって戻ってくるみたいなイメージで描かせていただきました。はい、なるほど。すごいこう情熱を感じますね。でこちらは動物もすごいお好きというか、はい、オーダーいっぱいいただいてあるみたいですね。SNS でいただいてて、はい、これは猫展で、はい、出展させてもらって、はい、書かせてもらった作品です、はい、色鉛筆だと毛並みが細かく表現できるので、うん、動物、そういうペット系とか犬猫は色鉛筆で書かせてもらうこと多いです。はい、ご自身 のご家族を描いてもらったり、あとはお友達にプレゼントするのもいいですね。そうですね、はい、何人かそういう形での依頼も受けて、はいはい、描かせてもらう。はい、大事なペットちゃんの、うん、ロスの時でもね、こんな一番いい時の写真をね描いてもらえるのも嬉しいでしょうね。はい、こちらは風景画になっておりますね。はい、どのあたりを、はい、見ていただきたいですか。これが特に奥、はい、これその夕日の、はい、雲と船のその、はい、動いてる波しぶきとか、うん、はい、それを表現で、はい、いい感じにできたんで、はい、本当ですね。ぐわーっていうなんか音が聞こえてくる感じに見えます、はい、こちらは静かな感じとね、こうちょっとこう対照的な感じで、はい、はい、なってますね。こちらは動きもありますしね、はい、いろんな表現をされるんですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、あ、このこちらのコントラストもすごいです。ありがとうございます。で、先ほどのような感じで、4色ぐらいでね、はいはい、動物描かれて面白いな。この個展は、今日で終わりですが、また次、どこで展示会されるんですか。6月に猫の展覧会で、はい、京都の小さなお家で出展させてもらう予定です。はい、そうですか。じゃあまた別の時の作品の時も拝見しに伺います。はい、今日は下茶助さんありがとうございました。ありがとうございました。